皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。ワンハンドローイングという種目を解説していきたいと思います。このワンハンドローイング鍛えることができる場所なんですが、背中の筋肉を鍛えることができます。背中を鍛える種目 でフリーウェイトを使うものでオーソドックスな種目といえばデッドリフトだったり、体を倒した状態からバーを引くベントオーバーローイングだったりがポピュラーなんですが、そういった種目に比べてこのワンハンドローイングというのは腰に負担がかかりにくいというのと、あとは可動域を大きく取れるというところがポイントになってきます。なのでデッドリフトだったり、ベントオーバーローイングだったりっていう種目にプラスで、行っていただくと非常に効果の高い種目かなと思います。それでは、動作解説していきます。それではベンチを使って動作を行っていきます。まずベンチに対して横に立ってもらって、ダンベルを持っていない方の膝をベンチに乗せます。で、同じ方の腕もベンチにつけましょう。はい、こうしてもらって、胸をやや張って背中をまっすぐにした状態から、ダンベルを腰のあたり横を通るようにして上げます。で、下ろします。動作としてはこんな感じ、上げます。で、この、種目のポイントとしてやはり可動域が大きく取れますので、引っ張って戻した時に、体があまり傾かない程度でも構わないので、大きく下ろしてあげるようにしましょう。ポイント3つです。まず、姿勢についてなんですが、背中はなるべくまっすぐを保つようにしましょう。で、下ろした時に、体をこう丸めるようなフォームを取られる方もいるんですが、初心者のうちはちょっとこのフォーム怖いので、背中はまっすぐで最初はやっていただくとより安全に行えます。はい、ポイント2つ目です。ダンベルを上に持ち上げるようなイメージを持っちゃうと、実は背中には効きにくくなりますので、ご自身の肘を上げるような動作にしてあげると背中には入りやすくなります。上げていくのはダンベルというよりも肘です。ポイント3つ目です。ダンベル及び肘を引っ張るんだと思って真上に引き上げると、腕回りだったり、あとは場合によっては肩三角筋の後部だったり、そういったところを使って上げてしまうので、上げる軌道としては斜め後ろの方、そうです、斜め後ろの方に上げるような意識を持ってください。先ほども言った通り、ご自身の腰の横あたりをダンベルが通るようにしましょう。解説は以上になります。ありがとうございます。